岡市西区にある山本ホームクリニックです。今日も駐車場は朝から満車で、 PCR 検査を受ける人たちが次々に訪れていました。この病院では午前中30人の枠を設け、発熱外来に対応しています。先週金曜日、診療が終わった後、病院の中を取材させてもらうと、院長が一人残ってパソコン画面と向き合っていました。こちら自体がですね、福岡市の登録のシステムなんですけど、どういう検査でいつ取ったのか、酸素飽和度ですよね。これがやっぱ一番保健所もしっかり見てますので、こちらを入れて。現在、新型コロナの感染者は、診察した医療機関が管轄の保健所に報告することで、原則そのすべての数を把握しています。これが全数把握です。感染者の名前や住所、連絡先、症状、ワクチンの接種回数など、入力内容はおよそ50項目に上ります。病院でのカルテ入力と保健所への報告、同じような作業が続き、大きな負担となっています。2度の作業になるんですよね。同じようなデータはまたコンピューター上で福岡市のシステムに登録するので、これがなくなるだけでやっぱり自分の手間としてやっぱり、実際の仕事量として 2,3 時間分の仕事量は減ると思いますね。今日は目標値は何時に？いや、もう今日もできるだけ11時間には帰りたい。はい。ここに患者さんの、ね、政府は医療機関や保健所の負担を減らすため、報告する医療機関を指定する定点把握に変えるなど見直しを検討しています。しかし、対象患者を限定した場合、すべての患者に目が行き届かなくなるほか、重症化率の把握が難しくなるなど課題も少なくありません。これについて現場の医師は、クリニックとしてはですね、その手間が少し減るのは僕らにとってはこう少しいいことですけど、患者さんにとってだからメリットとデメリットですよね。一方、自治体の負担を減らすサービスも始まっています。マイナンバーカードがあれば、こちらのマルチコピー機でワクチン接種の証明が取れるということなんです。今月17日から新型コロナワクチンの接種証明書が大手コンビニのセブンイレブンで取得できるようになりました。これまでは各市町村の窓口で発行するか、スマートフォンのアプリで電子版を表示させる必要がありましたが、これなら簡単に取得できます。時間は午前6時30分から午後11時まで、1通120円で、利用するにはマイナンバーカードが必要となります。